しかし満潮になると海の水の来るような島だから井戸を掘っても塩辛くって飲めないんだ。飲み水に困ったんだね。水道が引ける近年まで船で飲み水を運んで縁の下の水がめに溜めていた。今でもその水がめが残っているうちがあるんだよ。江戸時代の佃島が不便だったってことは想像できるね。しかし佃島の漁師たちは家康から全国どこへ行って魚を取ってもよいという特別な許可をもらっていたんだ。大阪の佃村の人たちが江戸へ来た頃の江戸の海辺は一面葦の生い茂る原野で、江戸城の南に柴崎という百戸ばかりの村があっただけなんだ。だから家康のお声がかりで来た人々の住むところはいくらでもあったと思えるね。それなのになぜ飲み水にも困るような隅田川の河口の三角州に苦労して住み着いたんだろう。その謎を解く鍵は家康がなぜ大阪の漁師を呼んだかということに隠されていないだろうか。君たちは白魚のような指っていう言葉を聞いたことがあるだろう。家康が佃島に漁師を呼んだのは白魚を献上させるためだったと言われているんだ。昔佃島の人たちは夜、かがり火を焚いて、四つ手網で白魚を取った。そして、白魚を江戸城に運ぶときは、大名行列を突っ切ってもよろしいという特権を持っていたんだ。佃島にもう一つ不思議な話が伝わっている。それは白魚を大阪から運ばせ隅田川に放したという、当時大阪から江戸まで急いでも20日はかかったろう。白魚を生きたまま運べただろうか。白魚を大根に、白魚のわけだなくて、非常に綺麗なね、味のいい魚ですね。もう要するに生で食べたりね、あるいはお浸しにしたり、非常に出汁の出る魚が上品な魚ですね。本当に骨もないしね、もっかりにもない。非常に美人のハズメって魚弱いですね、やっぱり綺麗な魚だから。弱いんです。卵はあります、よくのが今、途中の中に。細かい卵ね。今、産卵期ですから卵はありますよ、出せば。これは巣の一番浅いところの、太陽の光線のね、一番早いところ。卵は産卵期。日光の光線が当たるのが近いところね、砂の上だな、要するに砂の浅いところに来て、浅瀬地になったわけですね。これはね、遠くから運んでくるときはね、要するに鴨とかね、そういうものの足やなんかへこう引っ掛けしたりとかね、隣の沼、鳥居の川へね、移ったのが結局その全国的に広がったということで、これは鳥がね、水鳥が運んだものですよ。白魚を献上するとき大名行列を突っ切ったとか、白魚を大阪から運んだという話がなぜ伝わっているのだろうか。